ジュゼッペ・シルバティは、イタリアのイタリア統一運動時代の軍人、革命家、愛国者である。イタリア統一運動の初期にあたるナポリ革命で、主導的な役割を果たした。ジュゼッペ・シルバーティとも、ジュゼッペ・シルバティ、ミケーレ・モレッリの公式への様子1791年、ナポリ王国の首都ナポリに生まれる。シルバティは幼くして、軍人を志し、軍人になった以後は、 ジョアッキーの一世としてナポリ王に即位したジョアシャンミューラの地政下で可視官となって1810年から1812年にかけてはイタリアを離れてスペインで活動。ナポリに戻った後は1814年から1815年に発生したイタリアの自立をめぐるオーストリアナポリ戦争に参加しジョアシャンミューラと共に ナポリ王国の独立維持のため戦ったが敗北した。ウィーン体制成立以後は両シチリア王国軍の将尉に任命され、ブルボン家に仕えた。しかしその一方で両シチリア王国がブルボン家の支配下にあることに納得しておらず、ノーラを拠点に活動するカルボナリに参加して、ミケーレ・モレッリなどと共に主要メンバーの一人とみなされていた。 1820年7月1日にはそのカルボナリの党員であるルイージ・ミニキーニ司祭がナポリ革命へとつながる放棄を起こすとミケーレ・モレンリ率いる部隊の一員としてその放棄に参加した。シルバティは革命政府の樹立には放棄した人々の指揮を取るなど軍事面で大きな役割を果たしその革命政府内ではフロレスターのペペなどと並ぶ軍隊の指揮官となって 分離独立主義者に対応するため同じく革命政府が樹立されていたシチリア島に送られた。ナポリ帰還後は革命政府を倒さんとナポリに攻め入ったオーストリア帝国軍と交戦するも敗北し強行領へと逃れた。しかし強行領で逮捕されシルバティの身柄はブルボン家へと引き渡された。その後は武装放棄を主導した罪で死刑判決を受け、 1822年9月12日、ナポリでミケーレ・モレッリと共に公開公死刑に処された。シルバティはナポリ革命の首謀者としては最も若く、去年30歳であった。ありがとうございます。